ールプス2号です。本日も頑張ってまいりましょう。お師匠様からですね、輸入野菜にはポストハーベスト農薬、農薬ってありますよね、使ってるしどうなんだかということで、私もちょっと詳しく知らなかったんですけど、ちょっと調べたらですね、ある文献というかに出てきまして、ちょっと勉強していたんですが、ポストハーベスト農薬といっても、実は日本では食品添加物になると、あれ?と思ったんですけどね。農薬って入ってますもんね。うん。で、まあ発がん性の危険性があるとかですね、いろいろ書かれてるんですけど、でもなんで、まあ、出回ってるというか、そういう形で日本に入ってくるかというと、食品添加物であるというところですね。なぜ危険なのか。濃度が高いとかですね。あと、これはちょっと本当なのか分かんないですけど、ベトナム戦争で使われた枯れ葉剤と同じ内容であるとかですね、すごい怖いこと書かれてるんですね。本当ですかね、これは。日本の食品は 60%、 ものによっては 99% が輸入品であるという実態だから、そこにポストハーベスト農薬が使われている可能性と。なるほどね。そう、発がん性や危険性に関する国の言い訳とは、とは、書いてありますね。なんか詳しい方いらっしゃいますかね。で、まあ取るべき対応としては、なるべく国産品を食べましょうと。あとはオーガニック、なるほど。まあこっちにつながっていくんでしょうね。オーガニックを食べてくださいと、国産品をなるべく食べてください。まあ私も国産品はなるべく食べてほしいと思いますけどね。そして今日も確認取ったんですけど、やっぱりキュウリの輸入、生の状態ですねっていうのはやっぱり難しいみたいですね。日本のやっぱり農薬法がありますし、そこに海外の基準を合わせて輸入してくるっていうのはちょっと難しい、現実的ではないのかなっていう話も今日ですね、 JA の元担当の方からちょっと話聞きましたね。昨日 Facebook で文江さんが言ってた真っ青なバナナがすごい薬漬けになっていたって、これはポストハーベスト漬けになってたってことなのかもしれないですね。なんか白い粉みたいですけど、見ると粉なのか液なのか、ちょっと画像から判断できなかったんですけど、まあそのもの自体は農薬っていうつくんで、おそらく体にいいもんではないでしょうね、少なくとも、という私の感じですね、個人的な感想。はい。そしてちょっと気になったもう一つ、長野の H さんから、儲かってますねわら、来年の私の訪問は12月から2月のどっかで行けるかと思いますと、予定は未定ですが、と。大丈夫なんですね、仕事忙しくなっちゃったら。まあ来年になってみなきゃ分かんないっていうところは、ってことで予定は未定ってことですね。そしてこの後がすごい私気になっちゃって、今日も眠れなくなりそうなんですけど、カラオケの内容を覚えてない、あの演能会の夜の部のさらに二次会ですね。あんな無茶ぶりさせといて、おこどあれ、先に謝っておきます、申し訳ございませんでした。長野県民の歌かなんか H さん歌ってたの覚えてるんですよね。あと何いくつか、基本的に歌ってたの私と渡辺さん、で SBT さんとトイボックスさんと AI さんがいたの覚えてます。はい。なんか無茶ぶりしちゃいました僕。なんか円満に、あれかな、もしかしたら長野の H さん的にはちょっとそこは振ってほしくないなっていうことをなんか私言っちゃったでしょうね、申し訳ございませんでした。どうか勘弁してください。それからトモさんですね、儲かったか、よし2代目のハーレーを買おう。それじゃああれじゃないですか、昨日から散々言ってることじゃないですか、ゴリ押しであれですよね、後ろに2台つけてキュウリ運ぶんだって言って、
経費にしてしまうっていう、そういうそっち系じゃないですか、どっちかっていうと。このハーレー買おうとかって、私はでも今持ってるやつもちょっとね、ほんと2台つけてやりたかったんですけどね、ちょっと実現してないですけど、2台つけちゃうと本当車1台分以上のスペースが必要になっちゃうんですよね、リアカーか、リアカーという2台、うん、ちょっとそれでやってないですけど。それからヨウさんですね、タカコ母さん、スリスリはヨウちゃんがするよ。タカコお母の苦労してきた手を僕の手でスリスリする、そして全ての精気を吸い取ってやる。音符これ何なんでしょうかね。たまにですがトモさんのコメントが表示されないことがありますと。表示のところで新しい順か、あともう一つ忘れたけどいじると出てきますと。あ、ちゃんと見させてもらってますトモさん。音符、私もなんか、うん、コメントは確かに突然出たりとか表示されなかったりとかありますね。だから結構慎重に確認してますけど。それからモヒカン、はい、あんなもんでしょう。ちょっと似合ってましたよね。似合ってませんでした、あのピオダッシュ春菊に向かってピオダッシュ、あれちょっとかっこよかったですよね。それから変身タカコさん、わいよーちゃん、アンガトハートスリスリして市役者だけどさ、あ、タカコさんのお母様の入居している施設で看護師さんから妹さんですか。すいません笑っちゃったと言われたの、真っ黒でチビです、146センチだよ、前慣れしたことがないって、ダンスポーズだけだった。バッチリイメージトレーニングができました、ありがとうございます。それからサンブリッジさんですね、私もサラリーマンでしたが給与所得控除は年収500万で154万ぐらいありましたと。結構控除されるんですね。これはスーツやら靴など会社員にとって必要だからということである制度ですと。農家は青色申告、青色で65万、そうですね、100万は飲食店での会議費控除対象になる貯蓄や保険、うん、免税経由、一番必要なことは何でもやっていきますと。そうですね、うん、保険、年金、うん、100万は超えてますね多分。その基本控除65万プラス社会保険でしたっけ、その辺とか年金、うん、サラリーマンに言われる筋合いは全くないと。サラリーマンの給与所得控除の掛け率を下げて自営業と同じになったら考えますけどねと、うん、まあ控除が500万、年収500万で154万ですからね。あ、農家にとって一番必要なリスクヘッジは手元の現金です。これあれですかね、自宅に溜め込んでる現金ってことですかね。ないな、うん、そう、それとちょっと今年からの 何回も言ってますけど、営農積み立てやってて、メインの私の農協の売上が入ってくる口座と別に売上金の1割がこっちにずっと入ってたんですよね、今年の1月から。それを一回も切り崩してなくて、そこが結構溜まってるんですよね。ああ、これもどうしていいのか、うん、でそれはあの一応営農積み立てって形で JA に相談してそういう形式取ってますんで、好き勝手、あのカードがないんで下ろせないんですよね私、現金を。だから師匠、農協師匠に行って、担当の師匠かに行ってハンコ持ってってみたいな、で話し合った結果その使えるようになるっていうような形。うん、それからキュウリ夫人さんの言う通り不要な機械を買うのは嫌ですねと、それなら税金払いますと。それから山さんですね、キュウリ高いですねと、年末価格
白菜大根などは散々なのに、昨日トマト出荷で店頭並べていたら隣のキュウリがなんと2本1袋で250円、1本125円。なんかまだ値上がりしてるっぽいんですよね。あの19日こっちの長箱4500円だったんですけど、20日には4700円になったっぽいですね。びっくりですね。そんなもん3本で100円っていうイメージは夏だけ。年明けはご祝儀相場で、1箱1万円。なんか年末にそのぐらいになっちゃう気がしますね。株相場は暴落なのに、寒い時期にその頭で、あ、これですね。寒くないの、風邪ひかない。なんかちょっと最近、おかしいですね。鼻ジュルジュルやってますもんね。明日も頑張りましょう。グッグッグッ。ありがとうございます。それから高子さんですね。こちらも鹿児島も、こちら鹿児島のスナップエンドウ等は1週間出せないよー。 Facebook でのお返事、私もそう思います。薬等を絶対に使っていると思いますよ。そう、ポストハーベスト、収穫後に農薬なんですよね。日本じゃ許可されてないんですよね。ただ輸入の関係で撒くと、それがどうやらちょっと体には悪そうだっていうところですね。それからお師匠様、黒字なら静電ノズルならノズルだなと。有光の3頭なら 9万あれば買えるし、これは手で持つやつですかね。だよな。ミノルのジェッターでしたっけ。ミノルシンシンに今4万5000円だったかな。半値2頭2つなんですけど、静電ノズル2つしかなくて、こう180度向いちゃうやつ。さらに負けますよって一昨日かな、店長言ってたんで、シンシンのそれ買ってもいいかなと思ったんですけどね。静電ノズル手で持つやつ、ただ重い。ミノルのやつ、こうショルダー肩にかけてやるやつなんですけど、あれかけてこうテコの原理みたいんで、うまいことやんないと、あれはちょっときつい、重いなと。カート式だったら本当にあれですけどね、3頭か、3頭って左右に 3じゃないですよね。多分手持ちで多分3つあるやつですよね。9万ってことは、カート式になるとえらい高くなる。あの両方行くやつは、ちょっともう時間がないですね。とりあえず現金持ってって、物は後でいいからって感じになっちゃいますよね。領収書切ってくれって感じで。銀スポさんからこれ漏れてましたね。学生の時 TPP 反対の署名取った企業がありましたね。野菜輸入してましたけど。TPP 反対してるんですけど、野菜輸入してた会社があると、企業があると。税金対策なんてしてないですよ。払う税金がないです。今年は非常に悪い成績でした。以前も聞きましたよね。必要なもの以外は来年購入でもいいと思いますよと。ちょっとですね、今日、いや、あのですね、ぶっちゃけますと、昨日計算したんですよ、ざっくりと。ちょっと漏れもありますけど、そしたら内緒ですけど、所得160万でした。はい。ただ20日から30、月末までのキュウリの売り上げが1日3、4万っていう想定で、だから30万から40万年末までにさらに追加で収入があるっていう計算なんですけど、実は今日キュウリ計算したら、今日1日分だけでですよ、8万超えてるんですよね。それがたった今というか30分前か。いいなぁと。サンブリッジさんですね。いいなぁ、仮決算作成してもらえるなんて。鳥取には3つの農協がありまして、農協のデータからそれ町に入れてくれるんですが、うちの農協だけできないんです。理由を聞いたら、他の農協は個人情報保護がいい加減だからできると。まあそれありますよね。
個人情報厳守であれば、まあお願いして作ってもらうなんてちょっとあれですもんね。うん、じゃあこれはもう私がもう無理にお願いした感じになってますけど、徒歩歩ですと。そうなんですよね、うん、昔はそんな個人情報保護とか厳しくなかった時はむしろそれはやりすぎだってぐらい教えてくれたと思うんですけどね、うん、そんな聞いてないからっていうぐらいなんで知ってんのっていうぐらい、そう勝手に見ないでよっていうぐらい、はい、そうだから本当無理かなと思って、ことそうやってその個人情報保護の観点でご自分でやってくださいって結構言われるのかなと思って覚悟はしてったんですけど、うん、ちょっとこそこそっと言ってちょっとやり方わかんねえ、やり方わかんないからっつってやったら好意的に、はい、やってもらいました、はい、助かりましたね、うん、それから高子さん1個目グミさんボロ儲けおめえ、高子さん張り切って脱ぎ捨てるシャタさん、あこのカーテンに溜まった雫は竹、そうですね、青竹でグワーッとやりました。最初ジャンプして手で押してたんですけど、私は何をやってるんだろうと思って棒でこうやりました。その方が綺麗にいきましたね。それから星屑サラウンドプラスシャタさん耳から離れない、ありがとうございます。最近オープニング星屑サラウンドオンリーになっちゃいましたからね、あれはいい歌ですよね、うん、どうでしょうかそれから高子さんが昔の動画に何個か、はい、コメントしていただいてますね。脇目もくれずに脇目取りですかね。元気に歌ってるけど疲れただろうな、母も一人のファンだぞ母より高子母さんですね。何本取るの、この時は1000本とかそんなもんだったかな。まあいっぺんには取らないですけど1000本も。それから株元冠水ですね。これはあの長靴の底からチョコレートを取り出してやってるやつですね。バレンタインの笑ったーと涙ものです、おもろすぎ夜中の2時半だ寝るからこれストッキング使えばそれから軍手の指先を切って巻きつける、はい、これは教えていただきました。ちょっと誰あれ白くんあれ銀スポさん誰だったか教えてもらったんですよ。軍手の親指を巻きつけたらいい感じになりましたね、株元完成、うん、ありがとうございます。それからもう一つ高尾さんですね、ムービーで撮っている、これ隙間ハウスのあの被覆の隙間を埋めてる動画ですね。ムービーで撮っているの携帯だね、コメント返しで読まないでね読んじゃってますね。そうあの時からこのヘッドセットのカメラ使う時は携帯に電波飛ばしてこう調整しながら、はい、今はそれもしなくなりましたね、面倒くさくなっちゃって、うん、もう直でつけてちっちゃいモニターがあるんでそれで確認してやってます、うん、それからなんだろうな、ペットボトルに巻きつけて刺していた、ベタベタだった、今は使っていない、これは粘着板ですかね、黄色いエコファーマーがどうのこうの言って多分、うん、初期、私も初期ですね使うのは粘着板。それから坂本ですさんですね、2度目まして2度目でしたっけ。皆さんかっこいいです、大変な作業でしょうに、シャタファミリーに家チームシャタに加わりたいです。チームシャタブラザーでしたっけ、あれなんかありましたよね、シャタワールド、うん、一緒に作業してご飯食べて笑いながら心身でみんなでお買い物に行きたいです。皆さんが輝いて見えました、ありがとうございます。混ぜていただけますか、お邪魔にならないように勉強準備します。そして高子さん高子さんこれあれですかね、これもう演能会動画ってもう何日も前の動画のコメントに返してるってことは演能会動画何回も見られてません、そのたびにコメント欄も見ていただいて、高
高子さんの携帯には多分このコメント入ったからって通知はいかないですよね。いかないですよね多分。だから何回も動画見てコメント欄見て動画見てコメント欄見てってやられてます、もしかして。ありがとうございます。ちらっと失礼します、まだ起きてますがシャタさんより先にコメントしました、ぜひぜひファミリーに参加してください、チームシャタでした。遅くにすみませんでした。本当ありがとうございます、高子さん、チームシャタありがとうございます。返信坂本デッサンありがとうございます、お片付け班から使ってください。ちょっと分かんないですよね、もう次回の演能会何になるか、うん、できればお片付けは したくないかなと、だったらハウス建てパイプハウス建てちゃうかとか、そういう演能会の方がいいのかなと思ってますね。10人20人集まれば多分簡単なパイプハウスぐらいだったら建っちゃいますもんね、うん、材料全部僕が用意しとくんで、うらーっつって2泊3日ぐらいで建てちゃうっていうのは面白いですよね、綺麗ですよね、うん、その辺からぜひ参加していただけると。そして高子さんありがとうございます、何度も見ていただいてる感が伝わりました。はい、以上ですね、本日も頑張ってまいりましょう。最初はピッコピッコじゃんけんチョキ、じゃまた。ピオさんこっちですよ。